川の流れのよう。
ただいま1曲目にお送りした曲は美空ひばりさんで川の流れのようにでした。皆様いかがだったでしょうか。ありがとうございます。改めましてこんにちは。僕たちは、東北学院大学アカペラサークルリミックスから参りました、3、4年混合バンドのゆうなぎと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕たちは主にその昭和の曲とか懐かしい、まあ、バラードを歌う、まあ、6世のパーカスがパーカッションがいない6世のバンドとなっております。ゆうなぎの名前の由来なんですけれども、このまあ夕方の、あ、皆さん水を飲まれる方はどうぞ。夕方になるとその海でね、その波風が止まって静かになることの状態を夕凪っていうんですけれども、このバンド名の通りに、皆さんの心の中にも凪が起これば、幸いだなと思っております。ありがとうございました。お聴きいただいてお寒い中ですが、どうもありがとうございます。今、あ、宣伝をしなきゃいけない。宣伝なんですけれども、11月の25日の土曜日に、東北学院大学アカペラサークルリミックスの主催ライブが長町リプルにて行われます。お時間ある方、ゆうなぎ私たちも出ますので、ゆうなぎの歌聞きたいよとか、他のバンドの曲も聞きたいよという方はぜひ足をお運びいただけると幸いでございます。はい、ぜひ来てくださいということで、最後の曲になりました。次の曲がですね、最後の曲は、安全地帯さんでワインデッドの心をお送りしたいと思います。皆様最後まで、ゆっくりとお楽しみください。今夜も